このスカリゴースト50、なんでこのルアーが欲しくなったかというと、関東近郊で僕は釣りすることが多いんですけれども、すごいこうプレッシャーのかかってる河川でやらざるを得ない。そんな時にいかにもいい場所からやっぱ魚っていうのは抜かれていたり、こうやっぱプレッシャーかかって避難していたりすることが多い。でその避難する先っていうのは本当チャラ瀬の中にある小さなスポットだったり、そういうなんていうのかな、小さい場所をいかに丁寧に攻めていけるかが、プレッシャーのかかった関東近郊の河川で魚と出会うためにはすごい重要。そんな中でどんなルアーがいいのかというと、オーバースペックになりすぎ、ヘビーウェイトなルアーっていうのはとかく渓流では使い余してしまう。飛距離であったり、特に重いものは浅いところですぐにボトムについてしまう。逆にコントロールが難しくなってしまう。そういうシチュエーションで非常に使いやすいミノーっていうのが欲しかったっていうのが最初なんですよね。お、暑いね。まだ夏の匂いがしますよ。ゴーストは10度から15度、その水温帯でちょうどサスペンドするように設計してるんですけども、この水温だとね、多分弱フローティングぐらいになってると思うんですよね。ただ水の中って人間が思ってる以上にすごい上下の動き流れがあるんですよ。それはたとえ足元でもそうなんですよね。ここでもこうふって浮く場所もあれば沈んでいくところもある。16度ですね。こう流れの中で釣りをする、トラウトフィッシングにおいてこう背を横切らせるバランス性能というのは基本中の基本ですので、当然のようにこういう早巻きで背を切ることも可能です。結局ああいう小さなポケットを狙うルアーっていうのは、水を噛むだけでもまた使い方が難しくなる。向こうもポケット怪しいですね。飛べ！お、危ねえ。海岸届きそうだよ。ああいうオーバーハングしているところに余裕を持ってキャストができる。遠くに投げるとき、高入力のときは重心移動がテールに移動してしっかりと距離を保ってくれる。そして例えばああいう途中にある岩の際に着水させるときなどは低入力になるので、ウェイトはそのままその場でもう立ち上がる、立ち上がり性能、アングラーが必要とするシチュエーションに合わせて重心移動がこう巧みにロックと解除してくれる絶妙なこうマグネットの磁力調整をしてあります。フリップキャストも届きますね。僕がこのミノーに求めたのはまずサスペンド性能。例えば通常キャストしてリトリーブ、ツイッチやリトリーブしてターンさせて巻いてくるっていう基本性能は当然ある。その中にサスペンドっていう能力をまとわしたかったんですね。でそのサスペンドっていうのもすごい難しくて、例えば水温によっても変わる、で水質によっても実は変わるんですよね。だから完全にビタッて止まることはできない。でもある程度活性の高い10度から15度の一番ベストな時にサスペンドしてくれる、その
サスペンド能力、しかも姿勢は極力水平を保つ。細かい河川で狭いスポットに強い弾道でキャストができる、左右上下にこうブレないキャスティング性能かといって、やっぱりこう平場に来た時にロングディスタンスで投げられる、まあ、そういう飛距離性能も求めたんですよね。だから飛距離性能、そして立ち上がり、いろいろなものを求めてきた時にすごい開発っていうのはこう難しかったですよね。そのゴーストという名前の由来も、水中でゆら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 、まあ、お化けのように漂う、まあ、そんなイメージでゴーストという名前にしました。だからこのミノを着水一巻きでヒットすることが非常に多いんですよ。これはシンキングミノではなかなかなかったことなんですね。なぜならどうしてもシンキングミノってお尻からズドンと落ちてしまう、まあ、それを狙って大場所で使うのはいいと思うんですけども、こういう水深が浅い、そして幅の狭い場所っていうのは本当に小さなスポットを狙っていく。だからその着水後の一瞬っていうのは非常に重要で、そこをいかにこう長くルアーを狭いスポットで演出させ続けられるか、まあ、これをテーマにスカリゴーストは開発しました。この水深だよね、この縁からこう開き、この水深ってシンキングミノーでスローにアプローチできないんですよね。なんといってもこのスローにしっかりとルアーを見せられる、このスピードで支えるってやっぱ強みなんですよね。おお、綺麗なイワナ。尻尾でっかいね。はい。はい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 。じゃあリリースしますね。おそらくね、そこのシャローの石が結構ゴロゴロしてるんですけれども、あそこをシンキングミノーでアプローチしようとすると、まあ、もちろんアップストリームでこっちに流れが来ますから、どうしてもアクションが大きくなってしまって、もうそこに釣らないように一瞬で通過してしまう。ところがこのゴーストっていうのはサスペンドなんで、着水後ふわふわさせながら間を作れるんですよね。本当はワンアクションツーアクションの差なんですけれども、それができるとできないでは大違いだと思うんですよね。いやー、まあこのルアーもう今までずっとテストしてきて、やっと製品化できるレベルになった。そして、まあ、完成品を今使ってるんですけれども、なかなかの性能ですよ。まあ、今言った通り、ここ一番で見せられる、まあ、そんなミノに仕上がってる。
まあ、いわゆる普通のミノープラッキングしてみましょうか。まあ、こうトゥイッチングしながら背を横切らせて、まあ、ターンで食わせるみたいな。もちろんそういう基本性能は当然持ってます。非常に使いやすい。うわ、食った。うわ、着水ヒットだよ、得意の。このルアーね、着水ヒット多いんだよね。うわ、綺麗。うわ、すごい元気。すごい綺麗、色が出て。今ね、着水ヒットだったんですよ。もう完全にこのルアーのね、優位なところなんですけども、やっぱりこう軽量なミノーが着水する。しかもサスペンドミノーって着水後に漂ってくれるんですよね。ヘビーシンキングとかですと、こう着水後に、まあ、音がでかい、サミングをかけてきれいに落とせばなんとかマイルドには演出できるんですけども、やっぱり着水音がボシャっていうちょっと大きい音、そしてそのままそこに落ちてしまうんですよね。まあルアーによってはお尻からズドンと落ちてしまう。そうすると魚はこう着水して反応してもストンと落ちてしまうと食い切らない。でもこのサスペンドミノーっていうのは着水後にこう水平な状態で漂う。だからね、これ着水ヒットが多いんだと思うんですよ。着水ヒットないしは着水してワンアクションツーアクションで食ってくることすごい多いんですよ。よし、ありがとうよ。はい。で、僕らはやっぱプラスチックインジェクションのルアーを作っている。インジェクションのメリットを最大限に生かす、こう量産して精度の高い量産ができるアイマが作るこういう活水器でもうまくルアーを操れるものはどういうものなのかなって思った時に、このゴーストを思いついたんですよね。まあ実際ね、作り出してから3年かかったんですけど、3年以上かかってるのかな。やっとね、いいルアーになりました。あのね、このスカリゴーストがリリースされることによって、今までなんていうのかな、どうしても通過速度を速めなくてはいけないような小さなスポットが自分の狙うテリトリーに入れられるようになった。プレッシャーのかかっているところとかっていうのは、どうしてもみんなが思ってるところよりも違う場所、いかにもここにいますよねってところより少しずれてたりするんですね。そういう場所っていうのは水深が浅かったり小さかったり、そういう場所を丹念に攻められるようになれば、今まで釣れなかった魚が釣れるようになる。いやー、このスカリゴースト、もう3年以上の月日を費やしようやく完成しました。このミノーにね、求めたのはバランスもそうですし、サスペンド能力、今までにないミノーを作りたかったので、かなり苦労したんですけれども、ようやく満足のいくものに仕上がりました。今回やっぱ釣りをしてきて、まあもうね、ここ何年か試作品ずっと使ってきたんですけれども、もう今はこのミノーがすごい使いやすくて、狭いとこでも広いとこでもこうアプローチにこう幅が広がる。通常の使い方もできるし、ここぞってところで流せる、しかもナチュラルに流せる。このミノー本当にね、ぜひこう使ってもらって、使いやすさ皆さんに体感してもらいたいですね。いいルアーができました。